ガヤのアセコルのもう撮影方法も全部見せちゃおうかなと思います今回。なんだ？ショートのあの助手席視点とか、あと車内動画風のどう撮ってるかっていうのと、あと撮影機材とかですね。アセコルの撮影で使ってるアプリケーションなんですけど、ドローンカムプロっていうのが今回新しく出たんで、それのね設定方法とかもう何ができるかっていうのを、まあ、説明したいっていうのと、あとはリシェードっすね。これも多分公開してないと思います、まあ、あとはリアル化に見せるもうその他もろもろ、もうそういうのも全部ね今回お見せしようかというところです。ちょっとそういうリシェードとかちょっとクロート向けな多分動画になると思います。なんでね、基本的なところっていうのはもう一つ一つ説明するとすごい長い時間になっちゃうんで、前回公開したと思うんですけど、リアルグラフィック設定ですね、その動画を踏まえて、まあ、見た上でっていう中で、まあ設定を追加じゃないんですけど、こういう設定もしてるよっていうのを、まあ、今回見せようかなと。でドローンカムプロですね、出たことによりこれっすね、はい、もう Xbox コントローラー、まあ、今までドローンカムっていうのは Xbox コントローラーだけだったんですけど、もうねフライトスティックが使えるようになりました。こんな感じっすね。もうちょっとこ もうドローンカムプロ用 の表示とかね貼っちゃってますけど、こんな感じです。アイオンも使えるんで、カメラの操作に、まあ、使えるというところで、もう何でもねどういう操作でもしちゃおうっていうねことができるようになったので、それもね説明したいと思います。トークのですね、その撮影方法っていうのにドローンカムプロっていうのを用いるので、ドローンカムプロのね説明からしていこうかなと思います。はい、ドローンカメラプロのまず落とし方なんですけど、アセット、コルサ、ドローンカムプロと検索すると、今のところドローンカメラ 1.2.2 ですね。これ前の昔のアプリケーションですね、昔のバージョンとかじゃなくて昔のドローンカメラですねが一番最初に出てくると思うんで、まずそのレースデパートメントっていうサイトに入るんですけど、そこでね、リリースプロバージョンっていうのが一番上にあると思うんで、そうするとドローンカメラプロ 0.3.3、 今のバージョンは 0.3.3 ですっていうのが、ダウンロードできます。これを作ってるのはつか14273ですね、まあ、いわゆるつかさん、ライザーとのつかさん、まあ、ダウンロードしたら、回答ですね。 APPS っていうフォルダーがドローンカメラプロの中に入ってるんで、それをコピーしてコモンアセットコルサの中ですねの APPS あると思うんですけど、そこにこうコピーという形です。でもそれで使えるようになります。で、セッティングスアセットコルサ Python APPS で、前の IS ドローンカムっていうのがあるんですけど、それにチェックが入ってると、まあ、干渉してですね前のバージョンと、まあ、不具合が起きやすいってことなんで、それのチェックは外してください。とりあえずリプレイを適当に用意したんで、それに入っていきますと。で違うアプリケーションになってるんで、前のドローンカムと違う種類のアプリケーションになってるので、 Python APPS でのこの APPS を有効にするっていうチェックとかはもう何もいりません。はい、ということで入ってきました。もうドローンカメラプロも使ってたんで表示されてるんですけど、マウスを一番右にして All APPS の Your APPS ですねにドローンカメラプロっていうのがあるんで、それを開くと、使い方説明なんですが、これですね、フライトスティック使えるようになりましたと。ということで、ドローンカメラの説明をしててですね、早1時間半がですね、時間として経過しました。なんでこれ今回の動画の趣旨、撮影方法公開っていう趣旨とちょっと全く変わっちゃうので、これはドローンカメラプロ詳細な設定方法っていう動画を出します。もうこれは別でちょっとね、さすがに物量が多すぎて多分1時間2時間でまとめられるかなっていう物量の動画になると思います。多分1時間ぐらいでまとめると思うんですけど、詳細なその設定方法っていうのは後にして、ちょっとドローンカメラプロで何ができるかっていうのをちょっとここで簡単に説明します。今さっきも言ったように今キーアサインができるようになったと。もう何でもねできると。アシストジェネリックのジェネリックの項目なんですけど、 0.15 って書いてあるところのこうチェックボックスですねをチェック入れるとこんな感じですね。この地面の下までね透過しなくなったんですよね。これ今まで撮影でこうガーって動いててあやべえみたいなっていうのがあったと思うんですけど、それがねなくなったと。はい、こんな感じですね。っていうことで今これ
分かったと思うんですけど、路面の路面のメッシュに反応してるみたいですね。ここまで路面なんだ。はい、だ車が落ちるところはカメラも落ちちゃうよみたいな感じです。はい、であとフォーカスターゲットですね。これも素晴らしいんですよ。このフォーカスボタンをオートフォーカスを押しっぱなしにするとですね、こんな感じに、はい、フォーカスポイントが設定されるのがセンターなんですけど、そこのね焦点距離をね全てに自動で測ってくれます。こんな感じで、これすごいっすよ。これこういう映像とかもね簡単に作れちゃうっすね。でこの切り替わるこうスムーズさっていうのも、こうカメラのレンズがウィーってこう電動で回ってるところとかもの速度も再現できるんでね、やばいです。はい、っていうのとこれですね、オートムーブ。このオートムーブもすごいですよ。これオートムーブって何かちょっとお見せします。まずオートムーブのね録画ボタンを押します。はい、押しました。でこう車の周りをじゃーんとこう回ります。はい、とりあえず簡単にこんな感じで、でそれをですね今録画しました。オートムーブをで再生すると、はい、こんな感じで無操作でですね今の動きっていうのを再生してくれるんですね。はい、でこう再生してる中でここに動きも加えられます。例えばロールを加えたりとか、はい、でこれ加えたい動きと加えたくない動きはロックとか、リレイティブとかアブソリュートとかも設定も全部できるようになってます。これもすごいっす。はい、でこれプリセット1から9まで保存できます。はい、でこのリプレイタイミングホックっていうのを使うと、リプレイのこの例えば何秒から何秒まで録画したっていうのを記録して、毎回毎回そのリプレイのタイミングでですね、再生してくれることができます。あとはプリセットですね。これプリセット保存もうこれ最強ということで、これが、大まかなアップデート内容となります。これを駆使して、まあ、撮影に臨んでるんですが、今回はですねガヤがさどうやって撮影してるかっていう方法をですね、まあ、メインとしてお見せする動画になってるんですけど、じゃあ助手席視点行ってみましょうか。助手席視点はどうやって作ってるか、ドローンカメラプロで作ってます。まあ元々ドローンカメラで作ってたんですけど、ドローンカメラプロでも作れます。はい、まずは車にドローンカメラを追従させると、これがこんな感じに車が回ってると自分の位置もずれちゃうんで、車の進行方向もロック、ヘディングモードもロックですね。はい、で助手席にこんな感じでシートの真ん前ぐらいですねにカメラを置いて、でこのナビシートカムっていうのをねプリセットで設定してるんで、マウスですね、まあ、フライトスティックのこの M っていうボタンに設定してるんですけど、それを押した時はマウスを動かすとこんな感じで動くと、はい、感じですね。このマウスで揺れを表現するとこんな感じで、いつも助手席視点は撮影してます。ショート動画とかですね。これちょっと見えませんか、この微妙になんかモニターに変な印ついてるの。ここが16対9の縦画面で使えるまあかなりアナログなんですけど、この間で、ショート動画をこう、まあ、撮るように狙ってるみたいな形ですね。で結構ズーム目の方がねそれっぽく撮れます。はい、でもなんかちょっとまだそれっぽくないですよね。なんかうちの動画っぽくないですよね。
前回のリアルグラフィック化の動画でもまあ説明してるところもあるんですけど、あのピュアコンフィグっていうので、はい、ここですね、表現、PP フィルターとか、色の表現とか光の表現とかもまあ調整してるっていうのもあるんですけど、一つは天候ですね。朝方とかの方がそれっぽいです。朝方とかそういう日が差すか差さないかぐらいのところの方がリアルです。こんな感じですね。はい、ね、はい、こんな感じですね。こんな感じで撮影してます。でまだリアルじゃないよなみたいなっていうところがあるんですよね。であとは、これも教えちゃいます。リシェードもこれちょっとクロート向けのアプリケーションになるんで、これも簡単に説明します。多分知ってる人とか、できる人だったら、あ、こうやってんのかっていう状態になると思うんで、で管理も結構めんどくさくて、マルチモニターとかだとリシェードが反映されなかったりするんですよ、あと VR なんで。これはちょっと一概に簡単だからやってくださいっていう、簡単だから真似してくださいっていう感じではないので、はい、はい、リシェードのプリセット何を使ってるかっていうと、この項目を使ってます。 1,2,3,4,5,6,7,8 項目ですね。はい、数字とかほぼいじってないです。カラーフィルターだけフィルターのカラーをちょっと紫っぽくして、ストレンジですね、その紫の加減をちょっとこう調整してるというところですね。これがうちのリシェード設定ですね。ただシングルモニターとか本当に動画撮影用ためだけにしか使ってなくて、本当にあのリアルグラフィックの動画と同じような設定で走行してます。はい、でまだなんか違うという感じがありますよね、いつものね映像と。はい、一番リアルに見える方がですね、モーションブラーですね。でモーションブラーのカテカナなんですけど、もうモーションブラーっていうのは入ってるんですよ。これもう残像見えてるんで、なんですけどフレームレートが高すぎるとブレがね少ないんですよね。なんでフレームレートを落としてあります。だいたい助手席視点は 25fps ぐらい、もうおかしいですよね今の時代に 25fps って。そうじゃないとモーションブラーのブレがね効かないんですよ。はい、でブレが効くようになったのと、あとフォーカスですね、車外の一番近いところにこうフォーカスを合わせてるっていう感じですね。そうするとこう中がぼやけるので、でこんな感じで撮影してるって感じですね。はい、はい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 一緒になっちゃいましたね。はい、これで助手席視点は作ってます。はい、マウスのコントロールです。僕の手の振動ですねが、この G によるなんかカメラの、ブレだったというところです。これが助手席視点。あとあれですね、ギャラリー視点ですね。ギャラリー視点も実はドローンカメラで撮ってます。だいたい人間のカメラ構えるぐらいと同じ高さで構えて、車の追従してるんで車の追従切ります。撮れました。こんな感じでギャラリー視点撮ってますね。はい、これもこのブレはマウスのブレですね。こんな感じ。ズームはこのホイールでこうズームアウトしてるんですけど、このホイールのロックがですね、この今ガリガリガリってなるんですけど、ロックをフリーにできるマウスがおすすめですね。そうするとズームをカメラっぽくこうハンディカムっぽくねズームすることができるんで、ぐるーって回して止める、ぐるーって回して止めるみたいな、ホイールの回転をこう段階的にできる、まあこれが普通のマウスだと思うんですけど、これだとちょっとねリニアじゃないんですね。なんで、フリーにしてやってこうリニアにとズームアウト、ズームインしてあげると、はい、そうすると、まあ、なんかちょっとこうカメラっぽいかなというところです。現実の助手席視点のこのおすすめの撮り方じゃないですけど、まあ、首都高とかの助手席視点の場合はですね、まあ、真っすぐ走ってる、まあ、グリップ走行してるっていうのと、速度が出てるっていうのと、まあその速度が出てる割に路面が荒いので、これ結構縦揺れですね、はい、を表現してると。でドリフト時はですね、それが縦揺れに横揺れが入ります。こんな感じですね。だいたい振り返した時こう結構大きなモーションが入るんで、振り返した時にこう結構横揺れがこんな感じですね、横揺れを発生させて、まあ、縦揺れも同時に入れます。ドリフトの方がちょっと難しいかもしれないですね。あとはこうコーナーを全部追っかけちゃダメっていう感じですね。
まあ、あるあるなんですけど、コーナーがもう来るときにこんな感じですね。はい、コーナーをもう先にこうこんな感じで追っかけちゃうと、車の進行方向だな、車の進行方向をこんな感じで追っかけちゃうとちょっとゲームっぽいので、逆にそれを遅らせてあげるんですね。こう振り返して、インガを向いてからこう外を撮影すると、振り返して車の動きはインガを向いてるけど、こうそこでずらして外を撮影するっていうのが人間味ある動きかなというところです。まあ、こんな感じにカメラを構えてですね、ちょっとシートが後ろですけど、クロマキーでただ抜いてるだけです。多分分かる人は分かると、分かってたと思うんですけど、はい、まあ、映画の撮影方法と一緒ですね。でよくハンドルとかこの前にね、シフターとかの前に全てこうグリーンバックでね隠しちゃう人いるんですけど、トランスキューブが結構実写的なね、このコックピット形状で、この囲いもすごいそれっぽいんですよ。なんかコックピットのこのダッシュの下っていう感じがすごくするんで、なんで僕はこの状態で撮ってるって感じですね。でこの撮影方法なんですけど、今のところ他の人もですね車載の撮影方法やってるんですけど、ちょっと色が合わない動画が結構多々多くて、その場合は見えてる部分っていうんですか、この黒巻きで抜いてない部分のこの手の色とか、ハンドルのこの明るさとか、これの明るさとかを照明で調整してます。すると亜生所さんの夜に近い状態で車載っぽく映せるかなと。で暗くすると黒巻きがね抜けなくなるんですよ。なんでそこら辺はちょっと研究して抜けるようにするみたいな形ですね。はい、ということで、まあ、多分これでもすごい長い動画になってしまったと思うんですが、ガヤの動画撮影方法こんな感じで撮影してます。もちろんこの撮影でリアルにはなるんですけど、これ前のグラフィック動画で、言ったと思うんですけども、ブラしたいがためにこのフレームレート下げてるんですよ。なんで基本的に、通常のプレイには向かないって形ですね。通常のプレイ時は多分 60fps 以上出てるんで、このブレっていうのはかなり少ない状態なんで、まあ、リアルに見えないわけではないんですけど、こういう映像よりはちょっとリアルに見えづらい部分があるっていうところですね。なんでうちはよくカメラの映像と実際に走る映像グラフィックっていうのは分けてるっていうのはこういうことですね。さすがにねこれじゃ多分走れないと思う。あと遠出の動画とかめっちゃ暗いじゃないですか。多分あれだとね本当に走りづらいと思います。僕は結構好きなんですけど、それで走るのがなんか実際も結構ね見えなかったんですよ。本当にリトラとかマジで超暗くてはい、ということで、そうですね、峠とかも汗こるで楽しく走るんだったら僕らはこの設定は分けています。はい、ということですね。まあ、ドローンカメラプロ、塚さんが作ってくれたん でこれ一般公開もしてます。はい、もうで随時アップデートが入っていろんな機能がさらに追加されて、もっと紙アプリに、まあ僕としてはですけどね、撮影する人に関しては紙アプリになると。こんなにノウハウが蓄積されたアプリケーションで他ないっすね。まあ、使いこなしたいっていう人も絶対いると思うんで、ドローンカメラプロの設定だけの動画っていうのも今後作りますので、それもまあお楽しみにということですね。それでは。